皆さんには、人に言えない秘密はあるだろうか？大なり小なり、誰しもが抱えている秘密。時には誰かに話したくなることもあるが、話せる相手がいないことも多い。今回紹介するスレには、匿名だからこそ語られる暴露話が数多く集まっている。すっと笑えるエピソードから、ゾッとするような話。そして、絶対に墓場まで持っていきたいヤバい話まで、内容は実に多彩だ。さらに後半では、本当に実在するのかと驚くような怪しいバイトについても掘り下げていく。ぜひ最後まで見ていってほしい。リアルでは人に言えない秘密ってある？実はおむつかっこ紙パンツを履いている。最近、大きな額の遺産を手に入れた。おむつの中でしてんの、処理大変じゃないか。朝強烈な便意に襲われるのでおむつ履きたい。電車だとアウトだろな。おまるっこが十手ちびる。座りしょんべんにすると尿漏れ減るぞ。初っ端からちょっと汚い話になってしまったが、ここからもなかなかにディープな秘密が暴露されていく。実はずら。みんな知ってる。ダンス預金が4000万ある。職場の26歳の新妻が去年出産したけど、実は俺の子妊娠したと聞いた時はどちらの子か半信半疑だったけど、写真見せてもらったらもろ俺やった。実は前科9犯あって少年院も少年刑務所も累犯刑務所もぶち込まれた私です。誤解、でもある日を境に考えが変わって、そこから真面目に18年会社のみんな誰も知らない、誰にも言わない。ある時突然考えが変わることあるよな。18年真っ当に生きてるならそれはもう完全な真人間だよ。イケメンメガネにスーツだけどたまにノーパン。お前英国紳士だろ。おねしょをたまにする。高校の時につるんでたグループで丸めてた奴が不登校になって数年後自丸した。私の子供は旦那の子じゃない。工場勤務だけど寸法外れの製品を知ってて流したことが2回ある。もう20年くらい経っても何も問題起きてないからよかった。うちの扇風機の前カバーが外れなかったのはお前のせいか。昔アムウェイをやっていた。断ってもしつこかったぞ。大切な人だから伝えたいって言ってきたくせに断ったらさっと離れるのやめや。ずさん会計の会社だったからつい横領。上場会社の店長時代、不明品や架空在庫で毎月5から10万くらい抜いてた。それを資格取得学校の学費にしてた。その資格で独立を果たせたよ。経理で利益を抜いておく暗号資産に変えました。監査も乗り越えたので担当を変えられない限りバレないと思います。会社のお金を抜く行為は、状況によって業務上横領罪や窃盗罪、背任罪などに該当する可能性がある。言うまでもなく、絶対にやってはいけない。安心しろ、すでに検察が捜査に入っている。書いてたら捕まるから書けない。50歳だが FPS では猛者である。離婚して子供に嫌われてるおじのアパート保証人したら孤独丸された。部屋の処理代は払ったが遺体引き取りは拒否。遠行の親類との会話中におじの話題出るんだがどうしたもんか。もうお骨になっちゃって市役所預かりになってるよね。お骨の引き取りまでは住居の連帯保証人の管轄外なのでは、5年以内に引き取りに行かないと処分されちゃうけどそれはおじの実施の責任で自分を責めることはないと思う。女装趣味。地元の市議の依頼で見下していた同級生の縁談を潰したこと、成功したら何かあっても何とかしてやるし色々口を聞いてやると言われていたし逆玉でムカついていたから協力した。もう10年以上、血圧が180あるけど何の制限もなく普通に生活してる。血圧は、上の値が130を超えると高めとされている。高血圧の原因は塩分の取りすぎや睡眠不足、ストレスなどで、特に40代半ばを過ぎると注意が必要だ。高圧剤飲んだら気分悪くなるから拒否してた仕事仲間が大動脈解離で丸にかけてたぞ。小丸も残って、食を辞したわ。長生きしたけ薬飲んどけ。それ10年前の俺、突然来るぞ。何の予兆もなく、後悔しないように、診断受けてなくて治療進められたくないなら、すぐに保険に入っとこう。そんなに急に来るの、怖いんだが、いつも晩飯が23時頃で毎日寝るのが2時前後で起きるのが7時前ぐらい、夏に異常に汗かくぐらいで他は特にないな。ますます俺そのもの、俺は結果的に良かったが、生命保険には入っとこう、俺は今半身麻痺。突然脳の血管が破けたり、大動脈が破れたり、突然丸の爆弾を抱えてる状態なのが高血圧、いきなり丸抜から身辺整理と遺書と自分の墓の準備などもろもろ就活を始めて起こう。高血圧の知り合いは脳梗塞で丸棒、俺はその知り合いの丸を意識してて、軽い運動だけで息切れでおかしいと思い病院行ったら狭心症、放置してたら心筋梗塞でさよならだよと脅される。まあ、高血圧だけが理由ではないが、確実に血管を痛めつけてる。1日30分程度のウォーキングや、水分をこまめに取ることも血圧を下げる効果がある。生活習慣を大きく変えるのは難しくても、できることから取り組んでみよう。部長の娘は俺の子、ごめん深井さん。家がゴミ屋敷、今年春から始めた投資で500万以上とかした。世の中には色々あるものだな、こんな狭いところでも。
去年、160万で2000本移植毛した。それまでは完全に波平だった。今はドクサまでいかないけど頭が薄い人になった。髪型でうまく隠して地肌があからさまに見えるようなことがなくなって、それなりに満足してる。ひっくるめてハゲと言われても0と1だとやっぱり気持ちが全然違う。良い金の使い方だと思うよ。9年前にトトビックで約3億当てた。仕事辞めようかと思ったけど、なんか怖くて辞めてない。嫁には3年前にバレたけど特に何か買ってとかもないし、消費しない俺らみたいな家族に当たっても、どうしたら良いのかわからない。元本保証ありの資産運用しておこう。間違っても普通預金で全額持っとくのはやめとこう。好きな子の車に発信機つけて自宅特定した。親が丸沼際に遺書書き換えて俺4分の3妹4分の1にした。確かに見取ったのは俺だけど介護施設任せだったから何もしていないかも。延命処置したら2年ぐらい生きられたかもしれないが、本人が書いた延命拒否の書類で医者断った。妹何も言わないで1年経過。虫歯で歯がボロボロすぎて歯医者に見せる勇気が出ない。まだ職場がマスクしろってとこだからいいけどもう直さないと。直すことに何の辛さもないなら一刻も早く歯科へ行っといで。俺みたいなオート恐怖症で絵好きがひどいやつだと静脈鎮静法しないと口すら開けれないから。歯医者で治療のため口に器具を入れたとき、強いオート反射が起きる場合がある。人によっては口を開けるだけでも NG。これが原因で歯医者に行けないと悩む人もいるようだ。オート反射が起きないよう、体勢や麻酔など相談に乗ってもらえることもあるので、困っている人は一度医院に相談してみよう。友人が陽性を見たらしいけど気の毒で誰にも話していない。可愛い系ではなく怖い系で普通に日本語で喋ったとのこと。息子が俺に全然似てないから DNA 鑑定しようと思ったら嫁と嫁の両親が狂ったように怒り出して断固阻止された。あの怒り模様と絶対にそんなことさせないマンはある意味答え合わせができたようなもんだ。息子はまだ5歳。俺は全て捨てて人生やり直せると思う。しっかり準備してから一気に攻めればいい。息子の髪の毛一本あれば鑑定できるよ。した方がいい。双方から慰謝料300万円ずつと養育費の返還5年で300万円、計900万円がゲットできます。去年梅毒にかかった。嫁にバレないまま完治させた。実家が薬局で信用があるため警察のガサ入れはないだろうということで親父がヤーさんから重火器を預かっていたこと。不倫してた相手の夫が有名人だった。それを知った途端丸されると思って全力で逃げた。匿名とはいえ、本当にネットに晒してよかったのかとヒヤヒヤするような書き込みもあった。盛り上がってきたところで、次の暴露スレを見ていこう。ここまでお金関係や健康系、家庭のごたごたなど、様々な秘密が明らかになったが、次はどのような話が待っているのだろうか？墓場まで持ってくレベルのヤバすぎる秘密教えてくれ。ある？あるけどお前が先な。ホテルの大浴場の浴槽におまるっこした。先ほどのスレといい、真っ先に下系が上がるのはなぜなのだろうか？金曜日に使った職場の USB そのまま引き出しに戻さなきゃいけなかったんやけど、間違えて持って帰っちゃったから月曜日に一番早く出社して戻した。ある。駐車場の端でのまるそしたのはワイヤー。脇がで3日洗わず電車に乗ってバイオテロしてた。マッマがパッパの弟とホテル行ってたのは見た。うのしてたんやろ。ばあちゃんから金盗んだ。そんなん墓まで持ってったら墓でばあちゃんに怒られるぞ。隣の席の JK の食べ残しを食べた。ソシャゲに数十万課金したことがある。嫌な奴の落とした鉛筆盗んだわ、血ながち。意外と思い浮かばん。自然教室で泊まったとこの枕壊した。ガマルした兄が衰弱じゃなくて自丸のために絶食してたこと父親には言ってない。ガマルそのものがヤバいんぜ。小学校の時に家の近くのスーパーで万引き繰り返してたな。自営スーパーみたいなとこでカメラとかなかったし、店の人もおじいちゃんやったから今となっては申し訳ないことしたわ。万引きによって大きな損害を受けた店は、経営が成り立たなくなることさえある。子供が盗みなどすることがないよう、周りの大人も気を配りたい。45歳は隠れ身に4クレーサー。家族に黙ってプリキュア全話視聴継続中。部室に置いてあった顧問の財布盗んだ。顧問の不注意やな。昔派遣でドカタしたけど辛かったわ。休憩の時に親方からこれでみんなのジュース買ってこいって財布渡されて耐えられずそのまま電車乗って帰ったからな。親方の財布は今でも俺の宝物だ。畜生定期。悪やん。二次試験の日に受験行くって嘘ついて受験地付近で観光した。ガキの頃に好きな女子の上靴を家に持ち帰った。次の日早く学校に行ってそっと下駄箱に戻した。ローソンで春巻きとメンチコカ使ってたなのマスタード5個ももらっちゃった。好きな女の子の水着盗んだことかな。回答登場って手紙まで入れてたからクラスや学年で問題になったな。体育館の倉庫にあったバレー部のバッグに部活やめろとか適当に落書きして放置したら全校集会になった時。学校の音楽室の長板のところにマヨネーズぶちまけた。
学校は、大人になって振り返るとなぜあんなことをしていたのだろう、と思うようなネタの宝庫だ。皆さんもそんなエピソードがあれば、ぜひコメントで教えてほしい。コウモリ食ったら咳が止まらんようになって、2週間ぐらいで治ったけど、なんかワイと似たような症状の出る感染症が世界中に広がったこと。どうやって広げたんや。石投げる遊びしてて知らん人の車の天窓かち割って逃げた。本当に申し訳ない。Y ビー玉んでビー玉を走ってる車の上に当てたで、ビー玉当てたらどうなんやろとか考えながらわざと当てたらママさん出てきてブチギレてた。意外にもないわ。親に普通じゃない性癖がバレても堂々としていられる自信すらある。Y 本当になんもねえな。墓場まで持っていけてないやんけ。誰にでも一つや二つは秘密があると言われるが、時にはその秘密を本当に墓場まで持っていくのが正しいこともある。スレに書き込んだ後は、ぜひ胸の奥にしまっていてほしい。次もまた闇深い話題だ。闇深バイト餌食、人には言えないバイトやったことあるやつ。世の中には、大きな声では言えないような仕事、いわゆる闇バイトが存在する。これは、そんな表に出にくい仕事を経験した人たちが語ってくれる。俺はあるよ、試験のバイト。人は綺麗には生きられないよ。選挙会場の立ち会い人、1日座ってるだけで8000円。出会い系サイトの桜のバイト、転職活動中でお金がなかったんだよね。ひたすら独り言を言い続けるアルバイトの人がいて、ここにいてはいけないと思って辞めた。そこの運営者が、偶然同じ県の同じ学区出身で、とても焦った。結構視聴率取った番組のやらせに加担しました。ああ、俺もあるぞ知見のバイト。今度また行くけど約1ヶ月で60万弱。それ以外だと裏ビデオのゴニョゴニョとか、原発の清掃作業とか、国籍不明の人や中身がわからない荷物を某所から某所へ送ったりとか、誰も住んでいないマンションに住み続けたりとか。誰も住んでいないマンションに住み続けたりとか、何の意味があるんだ？占有屋とかいうやつですな。競売物件にわざと居座るなどして占有し、物件の購入者に対して立ちの企業などを迫るのが占有屋と呼ばれる存在だ。この手口によって、不動産の価値が不当に下がるなど、健全な経済活動が阻害されてしまう。占有屋は、悪用されることの多かった制度が廃止されるなど、排除するための取り組みによって、今はかなり減っているようだ。このバイトって何するの？危険。新しい開発中の薬飲んでみて大丈夫かどうか体張って確かめるやつじゃないの？なるほど、身の危険はあるけど、いいバイトだね。でも、ある程度は安全は保証されないの。大丈夫前提で薬を作ったんでしょ？いろいろやったけど、人に言えないのはミスコン。地方の小さい催し物そもそも参加資格がないの桜。日給2万、主催者側の人のポケットマネー。半年だけパチンコ屋の桜してました。最後は常連のおっさんと喧嘩してクビになりました。塾の講師といえば聞こえはいいけど、怪しい教材を売りつけて、これを買えば塾が無料ですというやつ。プリントやらせるだけ、答え見て丸つけるだけ、数回やったら教室移転で通塾困難にさせる。出会い系サイトの桜、テレマルラの桜、歌舞伎町でスナックのカウンターレディー3日で辞めた。これといって珍しい話じゃないけどね。学生の頃、医学部がある大学に通っている友達かっこ女が知見っぽいバイトしてた。尻に体温計入れて2週間くらい生活するやつ、健康に害はない。いやむしろ健康にはいいのかもしれないがちょっと驚いた。某バラエティのやらせ、結局はカットされてたけどね。商品を売ったり、コンテンツを盛り上げるためのやらせは、実はいろいろなところで行われているのかもしれない。CD を買い取るバイト、都内のいろんな CD 屋を回って買いまくる、いわゆるオリコン操作ってことですね。その人がテレビで騒がれてるのを見るとみんなバマルだなーってぼんやりしてしまう。結構で縦の子から大物までみんなやってるんですね。かしって。面白そう。CD 屋の人には操作屋だとバレるん。正直やってみたい。最近まで CD 屋でバイトしてたがそれって普通はショップに収益くらいで営業に来るレコ会社のセールスマンがついでにやるもんでないの。バレるも何も営業マン自らが、うち、今このアーティストをしてるんで売上報告よろしく、売上水増し報告してくださいね、みたいな感じで、露骨なもんだが、他に売れ残り返品の約束で1万枚仕入れて出荷枚数を稼いだ後、時期が過ぎれば段ボールの箱ごと送り返すとか、実際こういうのの方が多い。某宗教団体の人が歌ってるのとか作詞とか作曲とかしてる作品を伏せ代わりに信者が買いまくる。集会に行った時に何十枚から何百枚買ったかを自慢するらしい。いえいえ、違いますよ。バレないようにやるんですよ。あんまり書くといかんのですが、例えば15人くらいが朝会社に集まって、今日は〇〇の CD お願いしますみたいな感じで回る CD や名簿と金渡されてスタート。1日20件くらいですね。同じ歌手を何日か続けるんです。なのできっとやったことある人いっぱいいると思う。2チャンネルはいるか知らんけど、ちなみに私はジャニ系、ハロプロ系はやったことありません。
でもジャニ自体は絶対やってるよね。近畿のギネスブック認定って、86みたいな人たちの捜査としか思えないんだけど。オリコン捜査するとして、このような人海戦術でやっているものなのだろうか。教材のテレアポ、時給良かったけどなかなか引っ掛けれなくて辞めさせられた。怒鳴り込まれそうになった時はマジに怖かった。もう絶対したくないな。結婚相談所の桜のバイトをしてた水の友達、10分くらい話して1万とか言ってた、容姿端麗な女に限るらしいが。それで本当に良い人がいれば個人的に連絡取れば良いものね。美人は得だ。俺がやった治験はすでに他社で販売している薬と同じ成分のものを発売するにあたってというものだった。確か胃薬だったな。都内の病院に1泊2日を1週間くらい間を置いて2回するものだった。薬は朝1回ずつ飲むだけだったけど朝飯抜きだった。血が取りやすくなるようにってやたら麦茶を飲まされた。バイト代は5万くらいだったかな。最初に治験コーディネーターみたいなじいさんが長々と説明してたけど常連らしき人たちは誰も聞いてなかった。看護婦さんが次からもうちょっと簡潔に話してもらうようにしなきゃねえと愚痴っていた。悪徳金融の借金取り立ての手伝い、自宅や会社にセルシオで乗り付けて、もうすぐ社長が来ますので、ここにいてくださいと威圧する役目、たった1時間ほどで2万もらえました。借金が返済されればさらにボーナス。町金の電話受付、全然怖いことはなかったが、クーラー効きすぎですごい寒かった。暇だったのでずっとそこの事務所で飼っていた猫と遊んでいた。社長がバマルなヤンキー崩れだが、平社員はものすごい頭の切れる男だったのが印象深い。受ける電話も大体関西しましたとかそういうので、あんまり刺激はなかった。地元の主婦向け情報番組の、今時の若い娘はどれほど料理ができるのか、といった趣旨のコーナーに出さされた。本番前に、ディレクターらしき人から、まあそんなに緊張しないで、テレビ用に面白おかしい感じでもうむちゃくちゃやってくださいよ、お願いしますよと言われた。まあそんなもんだろうなぁと思ったけど、一体カレー作るのでどうむちゃむちゃにしたら良いのか苦慮した。結局、米粉がなかったり、ありえない食材入れたりしてその場をしのぎましたが、そのオンエアを誰か知人に見られないかそのことがとにかく心配でした。インチキ更新所で新四六みたいなののセールスのバイト、テレアポじゃなく直接会社に行って経営者と商談、この本買ってくれないとオタクの会社悪いこと書いちゃいますよと遠巻きに脅す。中には胸ぐらつかんで凄んでくる人も当然いるが、ひるんではいけない。会社の教えでそういう場合はもっと相手を挑発しろと、殴らせて慰謝料請求するんだってさ。なんなんですかこの手は。どうぞ殴ってくださいよ。あははんと教え通り拒まるにした表情を出してみたが内心を丸っこちびりそうだった。2日で辞めました。学生時代、知人に頼まれて某テレビ局で働いていました。そや顔見知りになれば他愛のない会話もしたし、花束贈呈したこともあります。だからってタレントさんや局にコネがあるわけじゃないんです。こっちから連絡したらドキュン確定。一遍バレて偉い目にあってから人に言えないバイト履歴になりました。全然別の業界に就職して住まいも引っ越してしまった現在、ブラウン管に移る会ったことある人を不思議な気持ちで眺めています。〇〇さんは寸尺詐欺の常連だとか三角三角さんは書丸マニアとか色々話題はありますけど、時給も勤務時間も普通でした。G 売りました。 200cc で6000円でした。今でもやってんのかな。そんなの売れるもんなの。献血行ったらヤクルト1本なのに。普通の献血じゃなく、ある特殊な治療法のために、若くて健康な人の白血球が必要で行っていた献血でしたからね。そのために18歳から23歳までの健康な人で、2ヶ月に一遍しか採血できないんですよ。まだやってるのかな。かつては血液をお金で買い取り、輸血など医療現場で使用するシステムがあったようだ。しかし、それでは赤血球が回復しないうちに血を売りに来る人が後を絶たず、輸血用の血液の品質が悪くなる事態が起きていた。そのため1990年頃に売血は撤廃され、今のような献血のシステムに変わったとされている。ヌマルドモデル、クロッキーとかの絵の方、日払いで大体書くのはおばちゃんか老人か学生なので慣れれば平気。代々木アニメーション学院に派遣された時ばかりは目が怖かった。言えないってほどでもないが漏れもヌマルドデッサンのモデルしたことある。学校の先生の母校美大で人足りないからと頼まれてな。全裸だけど2マソくれる言うから行ってみたら、女の子いっぱいで参った。顔真っ赤にしてひつまるで描いてる女の子とかいるし、その娘見てたら漏れの息子がやばいことに、男連中はひつまるで笑いこらえてるし、マジで逃げたかったよ。ディズニーランド、子供の夢を壊すから、あれは言えない。確かに言えないかも、友達がドナルドの中の人やってたんで色々話は聞いてる。コインロッカーの鍵を売る仕事をしていました。
テレマルらの桜を一日、キッシュ配りのバイトの面接に行ったら、人足りてるんで、テレマルらやってみませんと、迷ったが、面白そうなのでやってみた。バイトさんが油でしっとりした髪のおデブちゃんばかり、主婦もちらほら、事務所入ってて演技の勉強のためって言ってる子もいた。テレマルらにかけてくる男はもちろん、部屋が油臭くて、気持ち悪かった。8000円もらって辞めました。大学にて左利きの研究のモルモット、左利きの俺は、大学の教授の研究の材料に、変な測定器手足につけて、いろいろな動作させられた、時給は良かった。FMRI に入るのならやったことあるな、もっとも、今じゃ俺の方が実験する立場だが、普通と違う人は貴重で、できれば小丸社を使いたいんだが、本人が乗り気でも、周囲がうるさい、使う側として人には言えないバイト。結局マルタイアライトやらは都市伝説？マルタイアライに関する噂は様々で、おひれがついて都市伝説化している話もあるようだ。マルタイアライ、これ、実際に昔はあったって、学校の先生が、大学時代にどうしてもと頼まれて友達と言った。もう、50くらいの先生かな。当時はベトナム戦争全盛期で、戦地から寝袋に詰まってマルタイが送られてくる。それを、アメリカに送り返すためにマルタイアライが必要だったらしい。もともと、アメリカでは国土が広いので、葬儀に駆けつけるまで1週間とか平気でかかる。したがって、マルタイに腐敗処置をするのがボヒラーだ。それを日本でやったわけだ。確か、血を抜いて、何かの薬剤に入れ替えて、腐らないようにする処置だったと思う。これがホルマリンか？続き、で、先生の仕事は、袋からマルタイを出して、血や泥を落とす仕事。それを、巷で聞くホルマリンのプールじゃなくて、風呂桶にパーツを入れて、洗う。それを医者さんが腐敗処理をする。が、何しろ戦場から送られてくるものだから、バラバラなマルタイが多い、足りなかったり、多かったりすることもしばしば、仕方ないので、適当にパーツを入れて、洗って、組み立てて、お医者さんに渡す。葬儀の時は、顔だけしか出していないから、あまり体とかは気にしないでよいそう。ある時、女の人の上半身が来たが、下半身が見当たらない、かといって、上半身だけで渡すわけにはいかないから、男の下半身をくっつけたと言っていました。その先生も、ギリで一週間だけいたけど、やはりどうしようもなくなって、やめたと言っていました。匂いは、薬剤でやっぱりすごいらしくて、家に帰れなかったって。最後、巷で言うマルタイ洗いって、このことじゃないかな。普通の病院でのマルタイ洗いは研修生がするしね。最近はアメリカが日本の近くで戦争をしなくなってなくなったけど、これって多分朝鮮戦争の時とかもあったことだと思います。湾岸戦争やアフガニスタンでは他の国でやったんだろうね。しかし誰かがやらないといけない仕事だから、なんともです。現実感のない話に思えるが、時代背景を考えると納得もできる。鉄道警察の人にマグロ拾いバイトを尋ねたらにっこり笑って否定されたよ。研修か何かでマルタイの扱いのビデオみたいの見せられたって言ってたから、管轄外ってわけではないんじゃない。マグロ拾いとは外れるけど、ウジ虫の大きさで何日前に丸んだかを測るから、ウジ虫の大きさの勉強もさせられたって。外国で腐敗の具合を調べるために自分のマルタイを提供するボランティアのことをテレビで見た。テレビだったからマルタイは映さないけど、やはりそういうことを知ることも重要みたいですね。自分のマルタイを提供する、どういうこと？そのまま埋葬されずに置いといて、どういう風に腐敗していくか、観察されるマルタイをするボランティアです。FBI じゃなかったけ、B. コンウェルの推理小説で読んだような気がする。自分のマルタイを放置するっての、世界丸見えでやってたね。黒いオバ Q みたいになったフランマルタイを思い出した。アメリカには、様々な環境下における人間のマルタイの腐敗を研究する施設があるという。研究の目的は、腐敗の過程を知ることで、マル防時刻や状況の推定、遺体の身元判別などに役立てることにあるようだ。医学の研究のために自分の遺体を提供することを献体と言い、これはこの施設に限らず日本の機関でも行われている。奇術かな、テレマルらの桜、1時間くらい話題引っ張ってから、家の窓から見えるところに呼び出して、観察してた。だいたい、10分くらいでみんな引き上げてたけど、あの頃話した人すみませんでした。マニュアル通りにやると面白いくらい食いつきが良くて、週払いだったけど、1回に2万円くらいもらってた。カジノのお給仕、とある著名人も検挙された一斉手入れの煽りで、店を畳んでしまいバイト代が出なかった。
その埋め合わせに賭場を仕切って田八九さんの内縁のママさんの家の家事手伝いをしたことが、時給2000円でのんびりアイロンかけたり洗い物したり掃除機かけたり、店ではテレビ出てるような女子が八九さんに連れられて高額バカラに興じていたので、テレビに出てる奴にもこんな汚れが、と驚いたものです。もう随分前の話ですが。自分じゃなくて旦那が血打ったことがあるそうな、特殊な血液型なんで、結構高かったそうです。緊急手術などで必要な時、黒塗りの車が自宅まで迎えに来てビビったそうです。大学院生の頃、研究室のデータ整理のバイトをした、もちろん何をしたわけでなく単に名前を使われただけ、で、出たバイト代は研究室の消耗品代になった。昔は血液が売れたみたいですね。でも、古事記同然の人が何度も売りに来て質が悪い血ばかりになったから、中止になったという話をどっかで読んだことがある。その質の悪い血は、黄色をしてるそうだ。これも、どこまで本当かは、わかんないけど、面白い話なので、俺の中では真実認定。今、名古屋でやってる新人体の不思議展見てきたよ。全部、検体による本物の遺体なんだってね。スライスした全身とか、すごかったよ。来月から東京でやるらしいよ。音楽番組のリクエストハガキ書きのバイトをしたことがある。ベスト10とトップ10、週1で、とある事務所にハガキと住所録をもらいに行って、筆跡やイラストのタッチを変えながら100枚書く。毎週100枚、かなり疲れた。が、お金はそんなに良くなかったな。でも、今思えば、あの住所録はどこから入手したものだったのだろう？それ、劇団抱えてる芸能事務所が売れない劇団員にやらせてたって聞いたことがある。時代としてはついこないだな気もするけど、ものすごいアナログな作業よね。当時はただの学生でした。しかも普通のアルバイト求人雑誌に宛名書きバイトとして掲載されてました。あれ、こうやって思い出してみると、あんまり人に言えないレベルではないな。確かにすっごいアナログ作業。劇団員の話は初耳です。マニアの人のために、丸尿を売ったことがあります。でもただ普通に出したものじゃ売り物にならないと言われ、購入予約者の人の好みの排泄物を出すために指定された食べ物や飲み物を数日間取らなければなりませんでした。今でも便秘知らずです。ツーショットダイヤルの桜、今もやってます。人に言えないけど、おしゃべりが好きで自分の好きな時間に好きなだけ仕事ができるってのは、私に向いてる。年200万円ほどだけど、家計の足しにしてます。もう20年前のことだけど、生命保険の加入時の健康診断、身代わり受診、1件8000円、8件こなしました。住所、氏名、生年月日を暗記しなければならなかったのが大変だった。ちなみに保険金マルジンなどではありませんでした、多分。消毒会社、別にアルバイト自体は人に言えるが、仕事の内容は言えません。特にマンションの屋上の貯水槽の掃除とか、蓋がなくて、雨水、ヘドロは当たり前、ネズミが浮いていたり、蛇が浮いていたり、鳥が中に入り込んでいたりと、水が飲めなくなります。あと、駆除で動物を丸さなくてはいけない時もある。あまり綺麗な仕事ではない。某大手ラジオ局の AD、勤務状態がひどかった。4時出勤の19時退社、時給は1200円でした。今朝、地元の新聞の求人欄に、孔子の牛引きスタッフ急募、月5から6回の仕事です、養根場っていうのが出てた。確かに牧場なんかも多い地域ではあるんだけど、多分泊まる場へ引いてくんだろうな、と、住所的にも食肉工場の近く。人に言えなくはないけど、車金融のビラバリのバイトやってた、経営者はそんな怖い人ではなかった。完全不愛想で2円前、裏がシール状になっているビラを街道沿いをひたすら歩きながら貼っていく。それだけ、楽勝楽勝、と思いながらやっていたら貼っている現場をおまわりさんに目撃され、逮捕されました。419さん、やっぱり、捕まっても会社がなんかフォローしてくれたりっていうのはないんですか？あと、お給金はちゃんともらえました？その日の給料は少し多めにもらえたけど、ノルマ分貼ってないけどノルマ分もらった。それ以外はなし。漏れが警察で取り調べ受けてる時も、身元引き受け人で来て警察官と喧嘩してるし、速攻やめました。ビラ配りをする際は、基本的に警察へ道路使用許可を取る必要があるのだが、この雇用主はそれをしていなかったのだろう。苦い思いをしたくなければ、バイト選びは慎重にした方が良さそうだ。20年前だけど日本から電子機器や通信機器を中央アジア、アフリカに売っている人と知り合いだった。もちろん相手はゲリラな。日本製の無線機は性能いいからな。やはり20年前くらい、某国の外人部隊の経験があるやつを知っていた。ヤシはスナイパーだったそうで、かなり高級鳥だった模様。もう10年ほど昔になるけど、いわゆる夜逃げ屋のバイトしてたよ。いろんなこと勉強させてもらったな。幸運になるブレスレットの電話受付、お見合いパーティーの電話受付、ダミー会社の電話受付、某通信教育のダミー社員電話受付、こんなもんかなぁ。すごい親しい人には言ってるけど、あまり親しくない人や公共の場所では、情報が漏れないように黙ってる。って、どこの会社でもそんなもんか。
幸運になるブレスレットって売れるんですか？最初の方に書いた19です。それが結構売れるんですよ。本当に、効果があったからってリピートする人、友達連れてくる人も多かったです。486さんのも結構売れてたんじゃないかと思います。中村うさぎは暴運がうなり、爆運が炸裂する、とかいうものすごいコピーの開運ネックレスを買ったら、つけている間の1週間、それまで何の問題もなかった便通がおかしくなりずっと便秘状態で苦しみ、ついでにネックレスをつけてるところが金属アレルギーを起こして耐えられなくなって外す羽目になり、その後便秘薬を飲んだ結果、爆運が炸裂したそうです。法的にグレーなものから都市伝説に近いものまで、世の中には本当に様々な仕事が転がっている。高いバイト代に釣られた結果、犯罪の片棒を担がされた、という話も聞いたことがある。犯罪に少しでも手を貸してしまうと、共犯として罪に問われることになってしまう。うまい話には注意しよう。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんは、大っぴらには言えないような秘密はありますか？書けそうなものがあればぜひ教えてください。そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価をお願いします。ご視聴ありがとうございました。